こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。今回質問もありましたし、まあラテンの、3番目とさせていただきましたが、まあラテンというよりかはなんか新しいサウンドの、ECM と言われる、音楽、要は ECM っていうジャズレーベルがあるんですが、まあ代表的な人はキース・ジャレット、パッド・メセニーといったタイプの人なんですが、そういったサウンドの感じ、現代的なサウンドの感じっていうのはイーブン・エースって言いまして、まあ、ラテン譜面を見るとですね、よくこうボサノバとかラテンって書いてあったりとかするんですけど、実際に今まで練習したボサノバとかラテンのパターンを叩くと ECM サウンドにはならなくなります。で、ECM サウンドはまあボサノバに近い、だこれで言ってしまってもいいんですが、実際 ECM のサウンドっていうのは例えばパッド・メセニーのブライト・サイズ・ライフだと、タバルレルレルレレ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 、こんな叩き方をするんですね。バスドラがこうやって一定に刻まない感じで、どうやって撮ってるかっていうと、ここでメロディをダララララララタラララタタンタテルデルデテアー、まあこんな感じでライドだけで表現するんですよ。でライドで、要はシンコペーションしたんです。これただそのタイミングで叩くんではなくて、シンコペーションするとこはちゃんと跳躍して、ちゃんとこのパターンタのところまでの距離だけの跳躍力の蹴った感じがいるのね。これが強すぎてもこう跳躍しすぎだし、こううまくつながる。これを例えばシンコペーションベーシック1で練習するとすれば、例えばタンタンタタタタ、ここがタタタタっていうのが跳躍、次がタタタタタタで、この後は次が休符になってるんでシンコペーション連鎖になるから、タタタタンタタ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 ンタンタタ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 タ、こういう風にメロディーがライドでつなげていけるように、タタ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 ね、タタ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 、給付があったらそれを飛び越えるだけの跳躍力がいるので、それをこううまくつなげていけるように練習する。でそしたらそれに輪郭をつける。例えばタタこれはどこでつけてもいいし、これ2音踏んでてもいい。2音踏んでもいいし消してもいいし、例えばこのライドの音にこうバリエーションっていうか色をつけるために他の音を叩く感じ。これをメロディーを歌ってる時に、ワンツースリーフォーバレベレデデデデデデデ、
ディも歌いながら自分が対旋律をこれでライドで叩いていって、そのライドの色付けを他のタムでいろいろしていったり、バスドラを添えたりしていくって形なんですね。だからこれ全部イーブンで叩くんですけど、というふうに練習してもらえば、まあそのパッド・メセニーとか、例えばキース・ジャレットのカントリーとか、そういった曲なんかが、ECM サウンド、ラテンと言われるやつなんですが、ラテンでも別に全然ないと思うんですが、ただスイングではないんですよ。こうだからライドでメロディーを作っていって、それに色添えをしていくっていうスタイルの、まあラテンに分類されるんですけど、書いてあって ECM サウンドラテンとか、なんか ECM みたいな感じって言われたりとかするんですが、この ECM っていうのを知らないと、こういう現代的なコンテンポラリーラテンみたいな雰囲気は叩けないんで、こういったことを理解しておくと、まあ注文された時に、あ、キースみたいな感じねとか、あ、パッドメセニーみたいな感じねっていうのがなんとなく分かればいいかなと思います。詳細の方にも、リンクを、パッドメセニーのリンクを、ブライトサイズライフのリンクを貼っておきましたので、アントニオ・サンチェスが素晴らしい、もう結構ハードに叩いてますが、こういう形のサウンドで叩いてると思いますんで、参考にしてみてください。考え方はこれですね。あとはもうドラムで、まあ、遊びまくってるって感じで考えていただければいいかなと思います。まあ、シンコペーションベーシックとかは、私の、メルマガを取っていただければ、こちらの方送られてくると思いますので、ぜひ、検索していただければと、詳細の方を見ていただけると、まあ、シンコペーションベーシックの練習の仕方、練習のためのシンコペーションベーシック 1,2,3 の、プリントがダウンロードできるようにしておきますので、メルマガ登録まだの方は詳細の方から、プレゼントの、リンクを押していただければいいかなと思います。以上でございます。ありがとうございました。